はい、どうもキューティクル全開馬空ビートです。皆さん夏ですよね。夏は暑い、夏暑いね。ちょっと扇風機寒いなこれ。やっぱり夏といえばホラーですよ。ということで今回は絶対にかけてはいけない番号っていうのに実際にかけてみてどうなるのか。これ他の YouTuber いろいろやってるんだけどなんかどうもね俺信用できなくて、ならもう僕が体験しようということでね、今日はそいつを検証してみたいと思います。マジ変なの来たら物理攻撃でバコンやってやるかな。それではまずこれセブンイレブンですね。かけると女の人は声ではいセブンですって言ってすぐ切られる。もうすぐ受解声だ。いきなりおっさんにだから何だと怒鳴られた。ふざけんじゃねえぞ、上がれ受解声だって言われる。いやこれただおっさん消えただけだろこれ。よっしゃー、おっさんを怒らせちゃおうかな。おかけになった電話番号は現在使われておりません。いやねえのかよ。ミラー星人ってありますね。なんすかこれ。次はじゃあミラー星人って鏡でしょ、鏡。マジで怖くなってきた。いやでもなんか喋れよお前。続きまして猛獣の声ってことでね、ちょっとこの、まあ、獣のね声を聞いてちょっと和みましょうということですよ。これはおかけになった。続きまして織田無道、多分なんか寺の彼主かなんかですかね。なんか瀬戸内寂聴のパクリみたいな人ですね。それではここで織田無道のプロフィールについて紹介します。織田無道は、あ、ごめん、織田無道って言っちゃった。ごめんね、能力あるよ君は。うん、大丈夫。織田無道は一応霊能者としての立ち位置でなんかテレビ出てたみたいなんですけど、なんか2002年になんか宗教法人のなんかその偽りみたいなので逮捕されてます。はい、すいませんでした。はい、去年の3月に久々にメディアに姿を現したみたいで、なんかエビの養殖をしてると言ったみたいですね。織田無道の性格なんですけど、型破りな性格で知られており、酒は小学校6年の頃から飲んでいたなど僧侶としての禁忌は全て破ったと語っています。そして僧侶であるにもかかわらず性欲が非常に強いことを公言しており、初めて女性の体を知ったのは13歳の時であるって。いやこれただのエロチシじゃねえかよ。おかけになった電話番号は現在。いや織田無道いねえのかよ。続きましてこれです。ドラえもん、ドラえもんです。ドラえもん出んのかな。あ、英会話ってやつありますね。ちょっとじゃあ英語力を高めましょう。これでこれがあればもう学校に行かなくても全然良さそうですね。英会話です。 I can speak English ですね。トメイト、おかけになった電話は。なんでありました、ありました、ありました、ありました。宇宙のパワー、あ、コスミックパワーをね、身につけてお肌美容効果ってことなのかな、これは。さあ、どうなるんでしょうか。使った、使った、使った。ただいまより、宇宙のパワーを送ります。やべ、変な地震出てきた、なにこれ。怖い怖い怖い。考えずに、そのままの心で受けなさい。美容効果、美容効果。すげえ苦しんでる、すげえ苦しんでる、すげえ苦しんでる。苦しんでる、ジジイ、ジジイすげえ苦しんでる。大丈夫、大丈夫、ちょ、だ、だ、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫、大丈夫、ジジイ。あ、行った、終わりました。もう二度と出てくんなお前。心が病んでたので、あ、なんか慰めてる本ってのがあるんでちょっと慰められてみたいと思います。はい、慰めてる本です。慰めろよ俺を。ということでね、次はリカちゃん。リカちゃんはね、まあ、絶対僕を慰めてくれますよ。
リカちゃん出ておいで、リカちゃん。ちょっだらまだ来てない。うん。そうなんだ。いや何も言ってねえよ。何も言ってないよ。この前家族で海へ遊びに行ったのよ。うん。リカが泳いでいると、ミキちゃんとマキちゃんが浮き輪でプカプカやってきたの。大きな波が。モータロみたいな流れで。足をバタバタさせて大はしゃぎ。ああ。作ったんだ。そうそう、小さなカニさんも見つけたのよ。何見つけた？海から帰る途中、水族館に寄ったの。おう、楽しそうだね。ミキちゃん、ゲン君は水辺に夢中。うん。ミキちゃんとマキちゃんの子供の真似がとっても可愛かったのよ。子供の真似？子供じゃないの？見せてあげたかったな。うん。今日はお電話ありがとう。うん。またお話ししようね。うん、もうどうでもいい話してくんな、お前。怖いの行きましょうか。お経だそうです。お経怖いな。これって何、これ来るのかな。本当に下がったよ。ただいまより。おめえじゃねえかよ。